改めましておはようございます。主の皆を賛美します。また聖愛高校に入学されたお一人お一人、本当におめでとうございます。今日は一緒に皆さんと一緒にその記念すべき時に神様一緒に礼拝できること、本当に感謝します。皆さんもこう聖書を手に取っていると思うんですけど、聖書の中にはいろんなこの外国人の名前が出てきてますよね。たくさんの人が出てきてます。でそれぞれにいろんな人生歩んでる人たちです。もうとってもユニークで、波乱万丈です。そして聖書の登場人物いっぱいいるんですけど、それなんでいっぱいいるかっていうと、その時々の私たちのことでもあるんです。喜んだり悲しんだり失敗したり成功したり、聖書を読むとき、その状況、それから年齢もあるでしょうね。それから気持ちの持ち方、一つ一つによって毎回同じ言葉を読んでても変化する不思議な書物です。ですから聖書は生き物のようだと、生きているようだと、そのように言われることもあります。そして聖書が語っているのは、その登場人物たちと同様に私たちも一人一人神様に作られたものだということです。私ももしそのことに、さっきも賛美しました、若い時に知ったあなたの皆は素晴らしい、私は若い時に知らなかったので、若い時にそのことに気づけてたら、そのことを信じて生きてたらどんなに良かっただろうかと今でも思うことがあります。私は青森県の出身ではなくて、神奈川県の川崎の出身なんですけど、大学の教授と小学校の教諭の母のもとに生まれました。教育者の家庭で、しかも二人とも神様を信じてました。当時の川崎は工場労働者の町で、京浜工業地帯ですから、で貧しい方々も多くて、外国の方々もクラスの中に何人もいました。そして駅まで行く道にはホームレスの方々もたくさんいる、そういう町でした。そんな中で私たちの家族はとても異質でした。みんなボロボロのアパートに住んだりしている中で、一軒家に住んでる、もうそれだけで異質でした。両親が近所の方々とお話ししているときに、お宅は違うでしょ的なことを言われているのをよく耳にしてました。また学校に行くと大好きな友達はたくさんできましたけど、彼らは自分たちと私が住む世界が違うと思ってたんですね。である程度までのことは一緒に知ってくれるんですけど、学校帰り以外の日にどっかに一緒に出かけたり、家族ぐるみで遊ぶときには決して私は誘ってくれませんでした。いつも近所の人たちと同じことを私に言いました。ウッシャンは違うから。日曜日は教会に行かされていたので、なおのこと他の子供たちと遊ぶ機会がありませんでした。私はその一連の流れが本当に嫌でした。自分の境遇を呪いました。どうにかしてみんなともっと仲良くなりたいのに、同じ目線で付き合いたいのに、これが私の目指すところとなりました。他のお宅に比べて小遣いは少なくて、きっちりと管理するように言われましたけど、周りの彼らのように駄菓子屋で好きなもん買って、欲しいおもちゃがあればいいじゃんこれって買う、そんな生き方が本当に羨ましかったです。そこで親の財布からお金を盗むようになりました。気づかないふりをしてたと思いますが、きっと気づいてたと思います。日曜日教会に行くからと出かけて行って、教会には行かず、その足で友人たちと会って昼まで遊んで、ご飯を食べに帰って、一度家に帰ってから再び出かけて合流するということを続けました。そのうち教会に行くこともやめました。中学に入ると母親に教わった小学校の子どもたちが上がってきて、私たちの小学校とドッキングする中学校でしたので、ひときわやんちゃな子どもたちが私に向かって、お前のお母さんに怒られたから仕返ししてやると言って凄んできました。周りに合わせたいな、彼らともっと仲良くなりたいなっていう気持ちは、その時から
あんな奴らに負けるもんかという気持ちに変わっていって、周囲の目を気にする人生に拍車がかかりました。こうして私は自分じゃない自分になろうと、そのような人生を歩んでいくことになります。他の人の意見に流されていく道にどっぷりはまってきました。やがてこんなつまらない道しかないならば死ぬしかないんだと、生きることに価値を見出せないほどになってきました。なぜならそれは自分の人生じゃなくて、人が望む人生だったり、あの人のようになりたいという人生だったからです。その時は教会に行くとか神様を信じるとか、そういう選択肢は全く頭にありませんでした。でもそんな私にいつもメッセージを、手紙を送り続けてくれた人がいたんですね。そのメッセージは毎回同じです。あなたは素晴らしい人だ、あなたは愛されてます、だから大丈夫ですと。いつもそのメッセージだから、いつも同じだからもう開くこともなくなって、もうその人から来たらすぐにゴミ箱に行く、そういう手紙になっていました。子供の時から20年以上送り続けてこられた、そういう手紙です。一回も返事を書いたことがありませんでした。これは幼い時に教会で出会った女性からでした。教会に行きなさいとか、神を信じなさいとかいうメッセージは一度たりともありませんでした。でも私はその人の姿を通して、人の目ばっかり気にして嘘ばっかりついて虚勢を張って塗り固められたクソダサい自分の人生よりも、20年間返事がなくてもそれでも人を励まし続けられるその女性の姿がものすごくかっこいいと思いました。私は何か自分は変わりたいと思ってたけど、自分では変えられないまま進んできたので、教会に行ってみようかなと思って次の週から教会に行くようになりました。行った当初は、こんな教会に行くとか友人たちに行ったらなんて言われるんだろう、今までと全然違う生活になるな、どうしようとか、きっとバカにされるに違いない、宗教なんて、そんな恐れがありました。聖書について、神についてほとんど何も知りませんでした。ただイエス・キリストが救い主と呼ばれていることは知ってました。教会に戻って3ヶ月後に、どうしようもならなくなった私が、本当にイエス様、あなたが教会の人たちが言うように救い主だって言うなら、このしょうもない俺の人生何とかしてくださいと、本当に心の中で叫びながら神様を信じる一歩を始めました。実際そのように神様を信じるようになった話を他の人たちにしたら、バカにする人たちがたくさんいました。今そのような人たちは私の周りからいなくなりましたが、しかし私がどう変わってもどうあれ、私の大事にしているものを同じように大事にしてくれる大切な友人たちだけが残りました。今私自身が神様の作品であるという意味がよくわかるようになりました。だからこそもっと早いうちからこのことを知ってれば、信じてればと思ってるんですね。でもそのことを教会の皆さんに言うと、いや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 、いろんな道を通ってきたからいいんじゃないかと言って励ましてくれます。きっと皆さんもそうだったんだと思うんですね。神様を信じるまで、知るまでおよそ30年間かかりましたけど、振り返ると一般的に、常識的に言えば失敗ばっかりです。嘘ばかりついて虚勢を張る毎日は、考えてみればもうダサすぎるし、薬物に溺れる日々もあり、大学は中退しましたし、仕事は転々として。でも教会の人たちが言うように、神様信じるようになってから本当の自分が何か分かるようになったので、失敗に見えた一つ一つのことが逆に生かされていくように道に行くことができています。同じ境遇を味わっている人たちの気持ちが分かるようになった、まあそれも一つありますけれども、今牧師として青森県の刑務所に月1回行って、同じようにもう二度とやんない、決めててもまたやってしまう、そういう悪い連鎖を断ち切りたいと本当願っている人たちと一緒に聖書を学んで、自分のそのことを話したりして励ますことができます。皆さん、私たちは
本当に大量生産されたものや一般的とか常識的という言葉で埋め尽くされた世界に生きてます。特にこれからミッションスクールで学ぶ方々は人生の中でもとりわけ特殊な期間を過ごそうとしていらっしゃいます。一般的にまた常識的に失敗だと思えるような道を通ることもあると思います。もしかしたら性愛に入りたくて入ったわけではない方もこの中にいるのかもしれません。この世界ではいつもあなたを一般的とか常識的という枠にはめようとする力で満ちています。そして同じ方法を用いれば同じ結果が生まれるという前提で考えられていることがよくあります。皆さんも本屋さんに行くとコミュニケーションが上手になるみたいな本を見たことがあると思いますが、考えてみてください。とても内向的で人と話すのが苦手な人がその本一つ手に取っただけでみんなと話せるぐらい社交的になって外向きになると思いますか？あなたは大量生産された一般的で常識的な製品ではなくて、一つ一つ丹念に丁寧に作られたユニークな神様の最高の傑作です。そして皆さんもなんか手作りで物を作ったことあると思うんですが、一つとして同じものを作れない。だから聖書は私たちが神に作られた手作りの作品なんだということを言うわけです。ですからあなたは特別であり唯一の存在です。で、私たちはこの世界で常識や一般論じゃなくて何を成長の道しるべとしたらいいんでしょう。それは神様の育成方法に習うということです。なぜならあなたという作品を作ったクリエイターは神様だからです。設計図を持っているのは神様です。作品のイメージを作ろう、作品を作ろうと思ったらその作品をイメージしたりするのは作品ができる前からされているわけです。そしてその意図を持って作られます。作り手は作品に必要なものが何かを知っていてその時に応じて与えていきます。そして完成に導きます。それが神様の育成方法、聖書に習う生き方です。これから皆さんは学校で他の学校では決して学ぶことのない聖書の物語を知ることになるでしょう。そこに出てくる一人一人は神様から必要なものを与えられた人たちです。アブラハムという人は歩くこと、モーセは忍耐、ヨシュアは叱咤激励励まし、サムソンには怪力、ダビデにはセンスと盾ごと、イエス様も同じです。目が見えない人には視力を与えて、いじめられている女性には憐れみをかけて、嘆き悲しんでいる人たちには同情の涙を流しました。そして十字架にかけられた犯罪者にはご自分が痛みを負っておられるにもかかわらず恵み深さを示されました。神様はあなたを最高の作品として作りました。そしてこれまでも日夜あなたという作品に向き合ってこられました。これからもそうです。でももしかしたらあなたは神様との関係を持ってこなかったかもしれません。でも今新しい時が始まろうとしています。クリエイターとその作品が本当の意味で出会う時が来ました。私がかつてそうだったようにクリエイターが絵画として作ったのに彫刻になろうとする時代はここで終わりになります。そして一般的とか常識とかいう枠に収まる時代もここで終わりになります。今日の御言葉、なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行って歩むのです。神が前もって準備してくださった良い技っていうのは、神様があなただけに特別にデザインし、あなたがそのことを知っているときは何よりも嬉しくて輝きがどん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 増していき、ますますあなたがあなたらしくなっていく、そして自由にされ、その喜びに満たされて、あまりにも嬉しすぎて他の人にも伝染していく。それが生まれる前から
神様が作品であるあなたにどうなってほしいかをデザインしてきたもの、前もって準備された良い技とはそういうことです。私たちはそのことを行って歩むんだと言ってるわけです。でも私たちがしたいことっていうのは、なんか好き勝手なことをしているってことではありません。自由を肉の働く機会にしてはいけません。聖書にあるように、うわ私はピザが大好きで、コーラとピザの相性は最高だからと、毎日毎日毎食ピザ食べて寝っ転んで、うわうめえってなってては、その時は一時的な喜びがあるかもしれませんが、後でとんでもないことになります。そうではなくて、神様があなたに用意した良い技っていうのは、本当にあなたを素晴らしい存在にますますしていくために必要なことが全部与えられるということ。そしてそれだけじゃなくて、他の人をも生かしていく道であるということ。私たちが一人残らず神様に出会って、そのことを見つけて歩んでいく、それが神様の喜びです。神様との出会い、それはあなたが神様の最高傑作として、この歴史上類を見ないほど輝きを放つこと、そのことを意味しているということを今日覚えましょう。一言お祈りします。神様、ありがとうございます。私たちは失敗をしたり、本当に悲しい思いや苦しい思いをしたり、そのような歩みをしておりますけれども、そのこともすべて含めてあなたは最高なんだと言ってくださる、あなたの愛と憐れみに感謝いたします。あなたを信じて歩む道に失望がないと聖書にあるように、本当に一般的、また常識的、この世の価値観から見れば失敗と思われる一つ一つのことも、あなたがすべて生かしてくださることを感謝いたします。聖愛中高に入学されたお一人お一人を、主をどうぞ祝福して、あなたと出会い、あなたと歩むことの素晴らしさを生きることができるように、どうぞ導いてください。感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは聖餐の時を持ちます。